今川口市で大変なことになっているの皆様ご存知でしょうか。つい最近ですね、クルド人100人ずつのグループが激突いたしまして、警察も手に負えないような状態になっておりました。ですけれどもテレビはこれを全く報道しませんので、ここ池袋ご通行中の皆様も知らない方いっぱいいらっしゃると思います。何でもですね、奥さんを寝取られたということで、魔男をですね追いかけて殺そうとしたクルド人、その仲間100人と魔男の仲間100人が大乱闘を起こしまして警察が出動と、ですけれどもテレビでこのニュース見たことありますか。皆さん見たことないですよね。朝日新聞、毎日新聞は報道いたしましたけれども、もちろん名前伏せてあります。そしてクルド人であること伏せてあります。トルコ国籍ということで報道しておりました。今ですね、川口市にはクルド人が3000人ほど住んでおりまして、いろいろな派閥でもって縄張り争いしているそうであります。市長がですね、外国人にも優しい街づくりなんつってやった結果がこれであります。川口市民の方もテレビでやってないもんですから知らない方もたくさんいらっしゃいます。クルド人の間では魔男は殺すというのが正義らしいんですけれども、日本でそれやらないでもらいたいと思います。日本では浮気をした場合弁護士を立てて話し合うのが普通ですよね。クルド人のルールなんかそんなの知らねえよ、持ち込まないでもらいたい。それで騒ぎになって日本人が怪我したらどうするんですか。川口で一番大きい病院、公立病院ですね、これの前の道路はこの乱闘のおかげで2時間も交通麻痺したそうであります。日本人の迷惑かけること、これをやってるのが川口のクルド人であります。何せ数が多いもんですから警察もなかなか手出しができないと。NHK はですね、不法滞在を推奨するドラマを今流しているそうであります。偽装結婚による強制送還逃れであるとか、その手口を進めるドラマを放送しているそうであります。タイトルは優しい猫というそうなんですけれども、でですね、その中で不法滞在の外国人は徹底的に無実、徹底的に無垢、かわいそうな存在として描かれておるんですけれども、でですね、何の罪も犯していない彼がなぜこんな目にみたいなシーンがあるそうですが、そりゃ不法滞在してるからですよね。不法滞在者がなぜこんな目に、そりゃ不法だからでしょう。日本政府はですね、滞在期間が切れました、じゃあ難民申請で送還逃れ、こんなことを許さないでもらいたいと思います。最近法律が改正されて2回まで、難民申請は2回までということにやっと変わったようですけれども、2回というのも多いと思いますよ。一発アウトでいいじゃありませんか。もしくはですね、審査にかける時間、これを短くしてもらいたい。3日で審査結果が出る、2回やっても6日しかかからない、これで拒否して強制送還できる、そのように運用で何とかしてもらいたいものであります。